岐阜清流文化プラザは、岐阜県岐阜市学園長に所在する施設である。旧称は、未来会館。未来会館時代は、芸術文化全体における普及や活動を、長良川ホール、ハイビジョンホールを中心に支援していた。また、幼児のための遊びの広場、チコチカお供え遊びを通じた子供の体と心の、バランスの取れた成長を考えたり、1階のカフェでは、 地元サッカークラブ FC、ギフオフィシャルグッズを販売中など身近な文化活動にも力を入れていた。館内ではワイヤレスブロードバンドを導入し、来場者にインターネット接続を提供していた。指定管理者制度にのっとり、2006年4月より、アドウトップス未来会館運営共同体が運営していた。2010年度末に一旦閉館。 その後は売却も検討されていたが、文化施設、運転教育施設を組み合わせた複合施設、岐阜セリュ文化プラザとして2015年9月23日に再オープンした。運転免許証の更新、再交付、回復、返納、国際運転免許証の申請などを行っている。2階3階にある。また、5階6階に岐阜県警察運転免許可がある。 稼働床システム、大型スクリーン、液晶プロジェクターなどを備えたイベントホール。未来会館時代からあり、岐阜西流文化プラザでも引き続き使用されている。未来会館時代には以下の施設があった。岐阜県は、詐欺山、早田地区周辺を岐阜西流福祉エリアと名付け、福祉、医療、教育、文化芸術、スポーツ及び就労支援が一体となった県の、 障害者支援の拠点として施設の整備を行った以下の10施設が該当する2010年2月19日に発表の岐阜県の新年度予算による中日新聞2010年2月8日記事県民文化ホール未来会館の新名称を募集します岐阜県公式 HP2014 年8月6日県民文化ホール未来会館の新名称決定に ついて岐阜県公式 HP2014 年11月18日岐阜西流文化プラザオープンのお知らせ岐阜県公式 HP 障害者の暮らしを様々な面から支える岐阜西流福祉エリアありがとうございます